延命寺は、福島県藍津若松市にある新言州豊山派の寺院。3号はから山、唐田山。境内にある延命寺寺蔵堂は、国の重要文化財で、藤倉二階堂とも呼ばれる。大道2年に、徳一によって、江日寺の達中寺として建立されたと伝えられる。その後、延久元年に受けたまわり、恵みによって中高されたが、江日寺の流星。 衰退と共に、それを繰り返した。天文年間に県庁によって修補されたが、漢文年間に本堂が消失し、再建されるも、母親戦争で新政府軍によって、村ごと焼き払われた。この陛下によって、地蔵堂以外の本堂、客殿、栗等の建造物は消失したが、本尊と数体の仏像、過去帳は持ち出され、消失を免れた。平成三年、本堂、 主廊が再建された延命寺境内にあり、室町時代中期の混流とされる。地蔵堂は、桁雪三軒、張間三軒、屋根は本瓦葺き、一重も腰付きで、寄せ棟作りの全州様建築である。屋根が重層になっているため、俗に二階堂と呼ばれる。明治三十六年四月十五日、旧古車寺保存法によって。 特別保護建造物に指定され、現在は国の重要文化財に指定されている。明治期の指定時はかやぶき屋根であったが、大正2年の解体修理の際に本河原武器に吹き替えられた。ありがとうございます。